to be able to do something. レッドカーペット立ってます。すごい立ってるね。でも日本人の、ね、俳優さんたくさん今ハリウッドにこう、まあ、進出というかトライしてるじゃないですか。皆さんやっぱりその苦労っていうのはいろいろな方であるんですかね。そうですね、やっぱり英語問題、英語という、まあ、自分が育ってきていない言語で演技しなきゃいけないので、そこでやっぱりあの問題が発生します。ただものすごい英語を勉強されたっていう雰囲気で、今日持ってきていただいてるんですよね、あの今まで勉強してきた辞書みたいなものを。これでしょう、これ松崎さん、これあの辞書ですよ、これ全部。この3冊は辞書ですね、この3冊は辞書で、これは僕が、2冊目に使っていた、うん、あの AA 辞書になります。 AA 辞書、いやいや、ちょっと僕これ驚きますよ、これ、うん、うわわ、これほら本当にこう勉強したんだなっていう跡が、うわ、これは、これであの全部線引いてるんですか。そうですね、そうですね。え、英辞書って英語の意味が書いてある英辞書、要は。そうです、英辞書です。英辞書でしょ。英辞書ですね、要は。そうですね。で、これで覚えたかどうかってこうペンで全部、うわわわ、これほら、ここのページだけじゃないよ、だって全部だもん、ほら。うわわわわわ、ここ大事だよって。え、これ一個ずつ覚えたんですか。あの覚えたというか、まあ音読した部分に線引いてるんですけど、で、まあ、これ2冊目だったんですけど、はい、あのこれだとちょっとあのシンプルすぎたんで、はい、まあ次の辞書に行こうとします。はいはいはい。うわうわうわ。3冊目の辞書なんですけど。いやこれ、これもう まずなんですかこれ。全文です。プレフェス。超ね、いやちょっと興奮するわ。うわ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 。こっちも。こんな分厚いやつですからね。はあ、と勉強されて。やっぱここまで勉強しないとダメなんですね。やっぱりその言葉というものがですね、そのいろんな言葉を知っておかないと、そのニュアンスがわからないんですよ。例えばその日本語で同じセリフ、同じことを伝えようとしても、あのこちらですっていう言い方と、はい、こっちですっていう言い方と、あのどうぞっていう言い方と、あの。はい、こっち来てっていう言い方と全然違うんですよ。違います。深いなぁ。でもそれを今もう自分の中で山があるとするじゃないですか、その言葉、英語っていう意味でまだ頂上じゃないですか。あ、もうここら辺ですね。ここら辺だ。いや、うちのね、あの AD のね、馬場君って言うんですけど、彼もあの英語を勉強しててかなりネイティブなわけなんですけども、でも松崎さん、どれぐらい、だからずっとすごいんですよ。僕からするともう完全ネイティブなんですよ。どれぐらいの英語の実力が分かるんですよね。僕はその俳優なんですけども、アメリカ その実はテレビとか映画の現場で英語のセリフのイントネーションを指導する立場の人間。あ、そうなんですか。え、それを誰に教えるんですか。まあ、基本的にはあの外国人の俳優さんが多いんですけど、いや、地方の外国人さんっていうかアメリカじゃない方。そういうことです。あ、いや、ちょっとバカ君、ちょっと、ちょっと英語で、じゃあ、あの何か適当にこの読んでもらえば。あ、そう、会話でもいけるんですか。会話よりも、あのなんか読んでもらって。あ、読んで。いや、ちょっとね、僕らからしたらね、もういやいや、完璧だから。あの、青い文字の部分が例文になりますので、 To be able to do something。ちょっと、ババ君、急に自信がなくなってる感じ、なんか声が小さくなってきてる。普通になんか、あの、呼ぶの。適当に大きな声で、大きな声で呼ぶ。How does something to end or now no longer produce or something from being effective or valid? He canceled his insurance policy last month. We canceled out with magazine subscription when we moved. Please cancel my order. The bank canceled my credit card.If you subscribe online, you can cancel at any time. あの、日本人としましてはすごくやっぱうまいです。ああ、やっぱり。
中国っぽく、あの発音中国っぽい訛りの R になっていたりとか、あとその、まあ、苦手な単語というかその自信がない発音の部分だったりちょっと間違えちゃったりしてますね。日本人に多いんですけど、その日本語、アメリカ英語とイギリス英語でその発音が違う単語があるんですよ。でその部分の発音がちょうど真ん中になっちゃってます。あとその母音、単語が母音で終わったときに、はい、次の単語が母音で始まるときにそこをつなげなきゃいけないんですよ。それがちょっと苦手です。え、今の馬場君がちょこっと読んだだけで全部わかるんですか今の。すごくない？すごいな。ちょっとこの部分が一番苦手でしたね。まず、あの最初のキャンセルなんですけど、あのアメリカ英語のあの、あの後に、あの例えば N、M、NG の音が来ると潰れるんです、音が。だから、cancel じゃなくて、cancel なんですよ。いえ、ちょっとごめんなさい。ちょっと、今、もう一回、N のところ。ちょっと、本当の授業じゃないですよ。あって言おうとしたからさ、その後に N、M、NG が来ると、普通の音よりも潰れちゃうんですよ。だから、例えば、man じゃなくて、man。なんかちょっと違いが分かる。ヘッド、キャンソーなんですね。キャンソー。で、この単語はマグジーンですね。マグジーン。で、この今、Z の時に、下の先端部分が当たっちゃってるんで、D が発生してるんですよ。マグジーンって言っちゃってるんですよ。D 当たっちゃダメなんで、マグジーンと Z にしたらいいんです。マグジーン。マグジーン。D は、歯に当てる。そうですね。いや、本当ですよ。すごい。一つだけで、この後インタビュー行きますから。やば、あと正直僕いろいろな方にインタビューさせてもらってるんですよ。そのトミー・リー・ジョーンズにインタビューしたり、タランティーノインタビューしたりとか、あともう結構いますわ。だから自己紹介 その肩書きじゃないけども、あ、僕はあの寿司というものなんですけれども、初対面の方に寿司です、僕はこんな仕事してますっていう、このセットだけでもちょっと教えてほしいんですけど。ああ、なるほど、なるほど。あの、そしたら、もうファーストネームだけでいいじゃないですか。そのファーストは、だからこれ、つかさありなんだね。ことぶきつかさ、つかさ。I'm つかさ。I'm つかさ。I'm a Japanese film specialist. もしくは、I'm a film specialist from Japan. フィルムプロフェッショナル。スペシャリスト。フィルムスペシャリスト、フィルムスペシャリストね。じゃあ、Hey, I'm Tsukasa, フィルムスペシャリスト。From Japan. From Japan. これでいいじゃないですか。発音全然違いますよ。え、松崎さんと。いや、だから。Japan って聞いたことを言ってほしい。いや、だからそれはそのままは無理でしょ。18年やってやる。いや、それがダメなんですよね。I'm Tsukasa, Hey.その一番悪いのがですね、うん、日本人がアメリカ人っぽく喋ろうとするのが一番聞きにくいです。本当にわけわかんなくなります。巻き舌になっちゃうやつですか。それよりも逆に日本人らしく喋った方が聞きやすいです。なるほどなるほど。アメリカかぶれみたいなことしちゃうと、そう、ね、I'm Catherine from Japan! 何とか全然わかんない。そうなんですか。いや今のすげえうまく聞こえちゃうけど、もう一切理解不能です。正しくはどんな感じですか。じゃあ、松崎さん、ちょっと。はい、Tsukasa, I'm a film specialist from Japan. I'm Tsukasa, film specialist from Japan. その、あの、フィルム部分、かっこよく言おうとするので、かっこよく言おうとするのが筋肉なので、はっきり言わない。フィルムスペシャリスト。だから、I'm Tsukasa, film specialist from Japan. すごく聞きやすいです。あ、こうやって、普通に言った方がね。すごく聞きやすいです、そっちの方が。うわぁ、勉強になった。いや、これだけでもね、僕だからほら、いろんな人にこれからちょっと会うんで、あと一個、ナイストミーチューぐらいはちゃんとしたことで言いたい。いや、それはできるって、さすがに。ちょっといいですか、それ、おっぱ、勉強してんだから。ナイストミーチュー、いいですね。あ、でも、ちなみにでも、ナイスだけ、プリーズの方がいいです。プリーズミーチューの方がいいです。じゃあ、初歩的なこと言われてるじゃんかい。発音じゃなくて、あ、でもプリーズだね、頭に頭。僕自身もだから差別されてますから、僕は人種差別を受けてますから。本当に今あるあるというか、よくあることってことなんですよね、今のはね。よくあります。